どうも、うずまさ店の国分です。今日は、10月1日から始まるカキフライの紹介をしに、枚方富士坂店へやってまいりました。それでは、富士坂店の店長の紹介をしたいと思います。どうもどうも岩間ですよろしくお願いします。それではカキフライ10月1日からカキフライが始まりました。でそれの説明をします。単品が、4個入りで620円、定食は3個入りで1200円になります。通常のラーメンがついた場合でよかったですね。はい、大丈夫です。はい、通常のラーメンが、はい、はい、ぜひ召し上がってください。お願いしますおすすめ。おすすめです。美味しいですか？美味しいです。大粒ですか？大粒ですソーション系です。それでは、今日から始まった10月から始まったカキフライです。これ単品ですか？これは単品4つ入りですね。美味しそうです。それでは早速ソースを見てみましょう。いただきます。熱くないんですか？熱いですよね。熱い。熱い。断面を見せてほしいんですよ。断面を見せてあっかっ美味しいですか？美味しいですか？食べる時は気をつけなかったですね。熱々で美味しいです。熱々で美味しいです。固めネギ多めのラーメンです。固めネギ多めです。すみません。はい、ごめんなさい。はい、失礼します。おー、うまそう。ただー。はい、どうぞ。はい、いただきます。スパンサー店で比べてどうですか？まあ、うち圧勝ですね。圧勝ですか？さすがですいや、美味しいです。これ赤味噌ラーメンにこの豚キムチをねぶち込んで食べるのが美味しい。おしゃれでしょ。食べてますね。はい、それでは今日は枚方富士坂店にお邪魔しました。いただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。では次回は、覚悟王のところの渦巻店にお邪魔しますね。はい。ぜひよろしくお願いします。お断らせてもらいます。来ないでください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか俺タイプ増やしたい。そうですよ。僕もちょっと増やしたいんで、ぜひ勝負しよう。ちょっと勝負します。今何キロなの？54です。54。身長は160 170。ガンちゃんは？僕体重57キロです。身長は？身長175です。富士坂店で撮影する前に先だけ食べたの？ホットサンド。ホットサンドで富士坂でラーメンとかカキフライ食べて、で食後のホットサンド。ホットサンドどうしたの？増やす。体重増やしたい。プラス10キロ。俺体重減らしたい。何食べてですか？シンホニーガンちゃん体重増やしたいの？増やしたいです。何食べてるの？シンホニー。シンホニー今1ヶ月後何キロ増量？僕は10キロ。なかなかですよ、1ヶ月10キロ増量。ガンちゃん何キロ増量目指してんの？僕8キロ。8キロ
やったらまたホットサンド行かなあかん。いや、ホットサンド行かなあかんすね。もうこれの後にホットサンド、ホットサンドで帰ってからラーメン、ラーメン、はしご、はしご。1ヶ月は楽しみにしてます。頑張ります。頑張ります。緊急速報です。店内にて重大な二極化が進んでいます。会計時に得をする人と損をする人が出ており、支払い金額の差がラーメンを食べるほど開いているようです。この差はどこから来るのか、街の声を聞いてみました。得してますよ。得してます。あ、得してますね。もちろんお得なので使ってますね。果たして得をしている人の使っているものとは何なのでしょうか。ライライテアプリ。ライライテアプリですよね。ライライテアプリ。ライライテアプリを使ってます。得をしている人が使っているのはライライテアプリ。ラーメン食べたらポイントがついてクーポンがもらえるんですよ。20杯で1000円クーポンがもらえるから実質1杯50円得してますね。アプリのポイントが貯まるとお得になるんですよ。80ポイント貯まると1ヶ月ラーメン無料のパスカードがもらえるんですよ。入れなきゃ損ですよね。え、知らなかった。アプリってめんどくさいイメージだったけど、すぐ入れます。得するライライテアプリを今すぐダウンロード。ライライテアプリ。お会計でスタンプをもらって20ポイントで1000円クーポンゲット。さらに80ポイント貯めれば1ヶ月ラーメン食べ放題の1ヶ月無料パスカードがもらえます。さらに5のつく日はポイント 1.5 倍。アプリは完全無料。今すぐダウンロード。店内にある QR コードからもダウンロードできます。